はい、こんにちは、トルーパーズの山中です。今日は、こちらナイフ の、あのセレーション、こちらの部分ですね、ギザギザの部分、こちらの使い方、用途、よく聞かれるのでちょっと簡単に、説明してみたいと思います。まずはナイフといったら大体皆さん想定されるのはこちらのこういったまっすぐのストレートのブレード、これをこう日本語で言うと直刃とか言いますね。で、まあ大体ガーバーでもうちでもストレートっていう表記をします。ではこちらに関しては、表記上、ガーバーの方では、一昔前まではセレーテッドとかハーフセレーションなんて言ってましたけど、まあ、半分半分なんで、大体最近ではこうガーバーでもこうなんだっけな、セレーションっていう表記をしているので、うちでもセレーションと言っております。でさらにその中でもこのようにハーフセレーションではなくフルセレーションの場合もあります。こういったのはまあ普通にフルセレーションって言って表記しますけども、じゃあ実際に用途としては何かって言いますと、こういったまあナイフっていうのは普通にこうストレートの部分があれば切れるわけです。ただ、ロープですとか布物なんかを切る場合には、こういったギザギザのところでノコギリのようにして切っていくと、もう実際ロープなんかはね、こっちの方がなんか確かに切れそうな気するしますよね。そう、であとはですね、段ボールなんかをこう我々仕事でよく解体でザックザック切ってるんですけども、そうするとこうセレーションの部分、まあ、段ボール切るときはこういったちょっとワンサイズちっちゃいやつの方が結構切りやすいんですが、ここの部分がガムテープとかが結構こびりついてきて、切れ味が落ちていくわけですよ。その時に こちらのノコギリ状は結構役に立って、だから結構研がない人なんかもこのセレーションの部分は結構重宝してるみたいです。であとはまあ用途としてはそんな感じで、こういったレスキューナイフなんていうのもあるぐらいで、救助活動の際にその人のコートとか衣類をこうやって先端がそのように丸まっているので、衣類をさーっと切っていくときとかにも非常に重宝するようです。こういったレスキューモデルっていうのもあったりするんだね。それでセレーションというのは、あとは懸念される理由として、こういった研ぐ場合に、砥石側を傷つけてしまう、あれ砥石って結構まっすぐにしていくことで結構ことが大事みたいなので、のでこう研ぐ場合には、大体セレーションって片方しか研がれてないんですね、こういう感じで。でガーバーでは今このように BG's フィールドシャープナーといって専用のこのロット状の砥石があるので、ここでこうやって当てて、こんな感じですか、こうやってもうひたすら研いでいきます。まあまあそんな感じですかね。でちなみにこういった面白い形のセレーションもありまして、ちょっとまっすぐ気味のセレーション、これも同様にロープや衣類なんかを切るのにも役立つと思うんですけども、これはちなみにトマトをですねスッと切ったと入れた時にあれ入っていかないなっていう時に軽くここで引っ掛けることによってスッと切れる。そうするとこうより美味しいサンドイッチができるという感じなのですよ。まああとは、こういった口頭でちょっと私も簡単に説明させていただきますけども、やっぱり実際にこういった道具っていうのは実際に手に持ってみていけそうだなと感じることもあるでしょうし、実際にこう切るもの、例えば、ハサミなんかで時々感じることあると思うんですが、普通に切っていく
またはなんていうのかな、こう違った角度でなんかこうとかこうとか入れるときにちょっと若干切れないときがあるわけです。左で持ち替えて切ったりするとうまく切れないことって当然あると思います。というようにこれらのナイフという道具もまたそういった機能があるので、まあ、一応軽く口頭での説明はできるけども、実際にはこう持っていただく使っていただくことで、ああなるほどねってよりなんかこう理解が深まるというか、そのために買う必要はないんですけどまあシュドロモドロですか、そんな感じでございますよ。ということで、ナイフいろいろガーバーの商品いろいろ扱っておりますので、下の方にガーバー商品のリンクを貼っておきますので、よかったらどんなモデルがあるのかしらと見ていただけたら幸いでございます。以上、最後まで見ていただいてありがとうございました。